いや、さすがに暑いよね。5月、6月の初夏、25度超えてくると何着ようか本当に迷うんだよなぁと。 思ってる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画のテーマなんですが、冒頭にあったように、初夏って結構気温が上がって何着ていいのかわからない方も多いかなと思うので、今回は僕たちにとって最も身近なユニクロを使って全身ユニクロコーデ初夏編ということでお届けをしたいと思っています。まあ、このですね、全身ユニクロコーデのですね、特集はちょこちょことやっているんですが、まあ、なるべくですね、予算を抑えて、なおかつ日本各 どこにににででももあるるユニクロをを使いいながらも気軽にです、ね、ファッションを楽しんでいただけるようにです、ね、僕自身がすごく大切にしている企画なんですが、まあ、今回は初夏編ということで、結構選ぶのが大変だと思うんですね。というのも、ユニクロの新作見ると、結構もう半袖の T シャツだとか、真夏のものばかりで、初夏に着れるものって意外と少ないかなと思うので、1、2ヶ月ぐらい前に発売されたユニクロのものの中から、なんとか厳選しまして、今回は初夏コーデをですね、3つ作ってみたと のでぜひ最後まで楽しんでいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説していますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょうはいということでここからはですね具体的に全身ユニクロコーデ初夏編ということで皆さんに着こなしをご紹介したいなと思っているんですがまず一つ目はですねこちら リネンシャツを使ったコーディネートになります。ユニクロのもう定番的な位置づけであるプレミアムリネンですね。これはもう一枚持っておいて間違いのない定番アイテムかなとは思うんですが、こちらをベースとして着こなしを組んでみました。昨年もですね、一枚購入して僕の動画の中でも解説したと思うんですが、去年はですね、同じブルー系買ったんですけども、もうちょっと色の濃いものをご紹介しましたが、今季のものはですね、ブルーの中でもネイビーというよりは は少し明るさのあるブルーなんですけども明るすぎず濃すぎないというようなまあ、すごく絶妙なブルーになっていましてこの色味はすごく大人にはぴったりとはまるんじゃないのかなと思っていますリネン特有のシワ感もあってまあ結構扱いがしやすいんですよねリネンシャツって最初からシワ感があるのでそこまで気を使わずにざっくりと着れる良さというのもあってなおかつこう腕をまくったりしながら着るのもいいしボタンもですね全部閉めないで第一ボタン第ボタン ボタンぐらいまで開けててしまってちょっとラフに着るというスタイルもハマりが良かったりするので、リネンシャツは1枚あると使えるんじゃないのかなと思います。 ちなみにですね、去年は僕は M サイズを購入したんですね。身長164センチ53キロで、まあ昔はですね、S サイズばっかり着ていたんですけども、ここ数年はちょっとサイズ感をゆとりを持たせることが多くなったので、M が僕のベースサイズなんですが、M よりもワンサイズ上げて、これ L サイズを着ています。だけども、ユニクロのアイテムって結構ベーシックなサイズ感で、まあちょっと許さのあるものも増えてきましたが、このリネンシャツはそんなにゆとりがないので、あえてですね、 さらにワンサイズ上げた L サイズを着るぐらいで僕は問題なかったかなと思います場合によってはもっと大きくしちゃう人もいるぐらいですねわりとこうコンパクトなサイズ感なので普段皆さんが着ているサイズから試してみてもうちょっとこう今っぽさ出したいなという場合はさらにワンサイズ上げてもらうとバランスがいいんじゃないのかなと思います本当に軽い羽織物感覚で着てもらうといいんじゃないのかなと思いますそして内側にはですね白 T です今はほとんど見えていないのでユニクロの T シャツでも無 重視良品の T シャツでも、どこの T シャツでもいいですが、無地系か、もしくは、ちょっとプリントの入ったものでもいいんじゃないのかなと思います。まあ、このあたりはお好みで選んでいただくといいと思うんですが、まあ、このように下、白 T シャツを着て、前は軽くボタンを止めるのもいいし、あとは前ボタン外しちゃうのもいいんですよね。ちょっと外してみますね。 こんな形で前ボタン外して軽い羽織り物感覚で着るっていう着方も僕はいいんじゃないのかなと思っています。まあ、最近はそういった時に T シャツはタックインするようなスタイルがだいぶ増えてきていますし皆さんもですねちょっと苦手意識を持っている方もいらっしゃるかなと思うんですが t シャツ1枚で着るときにタックインはややハードルの高さを感じてもですね、意外とその上にですね、このようなシャツだとか軽いアウターを羽織ってしまえばタックインも意外といけたりするので、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。ちなみに内側に着てる t シャツなんですが、ちょっとユニクロのもので良いプリントの t シャツをまだ僕買ってなかったので、今回はグリーンレベルのですね、t シャツを着ていますが、こちらの画像のようなピース r a l l というですね、シリーズの UT ですね、これはかなりプリントの柄がいいと思うん で、程よいいいいントになななるかとと思思ううので、まあこういったものででこったたも代用していただければなと思いますでボトムスはですね、今回はこれ、昨年購入したものなんですけども、タックテーパードパンツのグレーですね。まあ、ブラックのパンツでよく僕は合わせることが多いんですが、意外とですね、グレーのパンツっていうのがすごく好きで、まあ、センタープレスが効いていて、綺麗めなグレーのパンツというのは、ブラックほどパキッとしないですし、だけどもちゃんと着こなしを締めてくれるので、 すごく使い勝手のいいアイテムかなと思います。割とですね、今は売ってないですが、タックテーパードパンツの、もも周りはゆったりしてるんだけど、膝から下にかけて少し細くなっていくようなシルエットが、僕はですね、結構気に入っていまして、去年買って良かったアイテムの一つかなと思います。これはスマートアンクルパンツのグレーでもいいですし、タックワイドパンツとかで代用してもらってもいいと思います。グレー系のパンツでまとめてあげると、まあ、パキッとしすぎないけども、引き締まるような着こなしができるので、ぜ、ま、ひ、あ、トライをしていただきたいなと思っています。 足元はですね、何でも合うんですけどね、白レザースニーカーみたいなものも合いますが、今回はちょっと初からしさを出したいということで、グルカスニーカーって言ったらいいですかね。これ、コンバースのグルカシューズですね。こちらを履いてみました。これ、めちゃくちゃ使い勝手が良くて、グルカサンダルっていうところで、サンダルとレザーシューズの中間ぐらいを狙ってるのが、このアイテムなんですけども、やはりですね、スニーカーに慣れ親しんだ足には、ややですね、しんどかったりする時もあるんですが、まあ、こちらはですね、オールスタークップをで ですね。ベースにしたスニーカーライクな履き心地なのですごく楽で使いやすいんですねこういったものを使いながらぜひ皆さんも気軽にリネンのシャツを使ったコーディネートを試していただければなと思っています はい、続いて2点目の全身ユニクロ初夏コーデなんですが、こちらはですね、タイトルを付けるとしたら、76点ベーシックスタイルという感じですかね。まあ、かなり定番的で使い勝手が良くて、決してめちゃくちゃオシャレというわけではないんだけども、これぐらい抜きこなしができていれば、十分初夏の大人スタイルとしては成立するかなと思います。やっぱりですね、この時期に使い勝手がいいのが、今僕が着てるこちらのですね、オープンカラーシャツですね、ユニクロの大定番で、 今年ですねご紹介しているアイテムなんですがこれはやっぱり使いやすいですね僕の手元には今オリーブとこのベージュ2色あるんですが、まあ、それぞれ良さがあってまあ、ベージュというのは柔らかさだとかあとは親しみやすさみたいなところが表現できて特にこう女性からの評判もいいような柔らかい色合いでまあ、オリーブというのは一方で男性が好きな色なんですねちょっとこうミリタリーだとかワークウェアっぽいような雰囲気もあるのでちょっと男らしさがあってクロート感があるのがオリーブなのでこの あた辺りはお好みで選んでいただくのがいいかなと思うんですが、このベージュもですね、すごく色味が良くて、チープに見えるようなベージュではなく、少しですね、高見えするような表面の質感の良さもですね、含めて、色合いの良さが感じられるかなと思います。このオープンカラーシャツを主役にしながら、内側には白の丸首 T シャツです。これは特にですね、指定があるわけではなくて、まあ、手持ちのもので合わせていただければなと思います。で、ボトムスはユニクの大定番、スマートアンクルパンツのブラックですね、これはもう数年前に買ったもの そうなんですが今履いてもですね、シルエットすごくバランスがいいです。今回の着こなしは76点コーデということで、そこまでですね、 トレンド感を満載にするというよりは、大人っぽくベーシックに組み立ててるんですが、まあ、このオープンカラーシャツも少しだけサイズ感ゆとりがありますし、こちらのスマートアンクルパンツも決してこうビタビタに細いというわけではなくて、もう周りには適度にゆとりがありながらもテーパードが効いてるというところで、大人っぽいちょゆるサイズというところは実現できてるのかなと思います。上半身を明るめのカラーでまとめて、ボトムスはギュッとブラックで引き締めるというですね、まあ、定番的な着こなしなので、ぜひ皆さんトライしてみて ください意外とですね、年齢問わずに使えるスタイルで、30代中頃から40代以降の男性だったら似合いますし、痩せ型でもぽっちゃり体型でも似合うので、ぜひトライしていただきたいなと思いますで。足元はですね、白レザースニーカー。今回はグリーンレベルのジャーマントレーナーを履いていますが、まあこれもですね、何でも合います。ただ、春夏らしさというところは意識すると、白系の爽やかなものだとか、もしくは先ほどもご紹介したような、グルカサンダルだとか、あとはビルケンシュトックのサンダルだとか、まあそのあたりで、 で、少し季節感を出してあげるといいんじゃないのかなと思います。あとは、ちょっとこう退屈に感じる部分は、今僕もかけていますが、こういったサングラスと言いますか、薄めのカラーレンズ入ったもの、もちろん縦メガネとかでもいいと思いますし、あとは時計だとかバングルとかで少し味付けをしてあげれば、7 6点コーデでも十分ですね、楽しんでいただけるかなと思うので、このようなスタイルもぜひ参考にしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目の着こなしなんですが、まあ、今度はですね、もう初夏というより夏じゃんみたいなですね、そんな気温の時に皆さんにご提案したい着こなしなんですが、 27度ぐらいになってくると、もうですね、上にシャツを羽織るのも嫌だという方もいらっしゃると思うんですね。まあそんな時には T シャツがメインの着こなしになってくるかなと思うんですが、そうなるとやっぱり便利なのはこちらですね。大名作、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズクルネック T シャツですね。これを中心に添えた着こなしを作ってみました。まあこの T シャツは素晴らしいクオリティなんですが、一つだけ問題があるんですね。それは何かというと、 カラーバリエーションの豊富さなんですね。あまりにたくさんのカラバリがあるために、どれを選んでいいかわからないという方も多いかなと思うんですが、その中で今回一押ししたいのは、僕が今着ている67番のブルーですね。これが今季すごくいい色だなと思って、思わず購入してしまいました。まあ、ブルーという表記ではあるんですが、すごくですね、ユニクロ言って曖昧な色使いをするんですね。まあ、ブルーといえばブルーなんだけど、ちょっとこうグリーンがかったような色合いですごくですね、一枚 1> 1枚ででただけで主役にななななるようなそんな t シャツかなと思います意外とですね、ユニクロ U の白 T シャツだとか、そのあたりもベーシックで使いやすいんですけども、ちょっとそっけなく見えてしまったりだとか、T シャツ1枚だけだとどうしてもおしゃれ感が伝わりづらかったりするので、まあ、あえてですね、ちょっと綺麗な色を選んでみるというのが僕はポイントになってくるのかなと思います。その点この67番のブルーはかなり色単体の魅力もありますし、コーディネートもしやすいかなと思います。今はですね、 このホワイト系のパンツを合わせてるんですね。こちらはデニムワークパンツというやつで、今季ですね、僕の中ではかなりお気に入りでよく使ってるボトムツになります。まあ、動画の中でも何回か語っていまして、もうちょっとオンラインの方ではだいぶ在庫が少なくなってきてるんですが、これは名作だと思います。まあ、理念がちょっとミックスされているので、すごくですね、リラックス感もあって、少しこうシワ感みたいなのがあるんですけども、そのシワ感のおかげで白の刻ったらしさをですね、うまく和らげてくれてるかなと思います。このように 上半身はちょっと重めの色で、ボトムスは明るい色というのは、まあメンズの着こなしの中ではよくやるような配色になるんですが、まあ初夏らしくてすごくいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思います。で、足元はですね、これも何でも合っちゃうんですけども、ちょっと初夏らしくサンダルを履いていました。これはですね、すいません、ユニクロではないんですが、キーンですね、キーンのユニークというモデルがありまして、これはもう数年前に大ヒットしたような、もう名作と呼ばれるようなサンダルかなと思います。アッパー部分はたった2本のコードで、 仕上がっていまして斬新なデザインなんですけどもこれがですね市民権を得てすごくですねスタイリッシュにも見えるというところで使い勝手もいいんじゃないのかなと思います今履いてるのはユナイテッドタローズとかあとグリーンレベルが2社かな2つのブランドが金と協業して作っている別注モデルなんですがブラックベースであまりこうオリジナルと変わらないように見えるんですがアッパーのコード部分に藍色が使われていてこの辺りの味わい深さというのがなかなか仕上がりが良くて最近よく履いているアイテムになります なんといっても僕も含めて男性は別注だとか限定という言葉に弱いですよね。ほとんどキーンのオリジナルと変わんないっちゃ変わんないんですけども、その中にちょっとした工夫ですね。アイロン入るだけでだいぶ変わってきて、なおかつこの T シャツともちょっと関連性があるようなブルー系の色合いなので、今回合わせてみました。まあ、T シャツ1枚のスタイルはどうしても地味に見えがちなので、 T シャツ単体の色を少し綺麗めにしてみるだとか、ボトムスを、まあブラックでももちろんあるんですけども、あえて今年っぽく、夏っぽくですね、白系を選んでみるだとか、あとは手元ですね、こういった時計だとか、ちょっとしたバングルとかで味付けをしてあげれば、T シャツ1枚のスタイルでもちょっとおしゃれ感が出るかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。 いやーいかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、全身ユニクロコーデ初夏編ということで、お届けをさせていただきました。まあ、すべてですね、自腹でユニクロに行って購入してきて、まあ、その中でですね、ああでもない、こうでもないと言いながら、なんとかですね、こちらの動画を作ってみたわけなんですが、まあ、今回の動画を一つの参考にしながら、皆さんの手持ちのユニクロのアイテム、もしくはユニクロのアイテムじゃなくてもいいと思うんですね。その他のブランドのアイテムであっても、今回ご紹介したのアイテムに近いもの まあ、このですね、初夏を過ぎると梅雨がやってきたりだとか、梅雨が終わったら今度は本番の夏がやってきたりだとか、日本の気候って結構その時々で着るものの適性が変わってくるので、まあちょっと難しいところはあるかなと思うんですが、ぜひですね、今回の動画を一つの皆さんのベースにしながらですね、初夏の着こなし存分に楽しんでいただければなと思っています。まあこれからもですね、こちらのチャンネルでは大人の に向けてメンツファッションの今日もですね。なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少しユニクロとかグローバルワークから離れたような。 中級者向けの内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルっていうものがあるんですけども、そちらの方で結構詳しめに解説をしています。週に3本のオリジナルの動画、これ20分から30分ぐらいの大ボリュームでやっています。それに加えて、週に1回ですね、まあ大体土曜日になるんですけども、大山ライブステーションっていうのをやってるんですね。まあライブになっていまして、皆さんに参加していただきながら、直接コメントにお答えするような、まあそんなこともですね、メンバーシップ チャンネルではやっていますすのののののでで気にになる方はこちちららら動画の下の概要欄にリンククってておきますのでそちらからチェックをしていただきたたいいなと思ってまますまたですね、ちょっと普段なかなかゆっくり動画を見てる時間ないんだよねという方もいらっしゃると思うんですね。僕自身も結構ですね、タイトな時間で動いてるので動画ってあんま見れないんですよ。まあ、そんな方のためにオンラインサロンっていうのもやってるんですね。まあ、そちらの方では文章と写真ベースでだいたい一記事あたり1分ぐらいで読めるような分量でですね、おすすめのアイテムですとか コーネートの解説をしていまして、まあ、僕自身が気になるものをリアルタイムでガンガン出していまして、僕も毎日投稿してます。まあだいたい1日2回投稿してまして、僕以外のスタイリストの方、専門家の方も記事書いてますし、あとはですね、参加している皆さんも記事書くことができて、本当にいろんな情報で溢れていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。